おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。今回のジャイアンツゆっくり情報のコーナー。ジャイアンツに戻ったな。今回はジャイアンツについて話していくからね。あ、そういうくくりな。ジャイアンツゆっくり情報でジャイアンツの話題以外を話すこと。それは同時に死を意味するよ。ペナルティをも。このオフ、巨人は背番号を大シャッフルしました。背番号について話していきましょう。投手陣の背番号変更はこんな感じ。サンチェス投手が15か。去年ロッテに移籍した沢村がつけてた番号だ。いい番号もらったね、エンジェル。そんで戸郷投手が20か。個人的に55戸郷は19が似合うと思ってたけど、19は今季入団した山崎伊織投手がつけるそうです。山崎投手はかなり期待されてるみたいだな。早く万全の状態で投げてるところを見たいもんですな。あと、伊織って名前かっこいいね。一軍で待ってるぜ、伊織。お前誰だよ。そんで、55戸郷がつけてた13を梶谷選手がつけます。今村投手が45から26か。で、高橋投手が26から47。26と47は期待されてる左投手ってイメージだな。26はなんといっても内海投手がつけてたからね。47と言ったらやっぱりグッサンかな。左投手ってイメージなのは、その前の工藤さんからだろうけど、47はてっきり中川投手が背負うもんだと思ってたからびっくりでした。今の番号が気に入ってるんじゃないか ?41 番かー。41番って言うとやっぱり、モーツァルト最後の交響曲にして最高傑作と言われるジュピターの41番か。まさかのクラシック出てきたぞい。そんな知識を持ち合わせていたことに驚きだよ。ひどいこと言うなー。中川投手に失礼だよ。お前に言ってんだ。あ、そうなの?それはありがとう。どういたしまして。そんで野手陣がこちら。野手で言うと、湯浅選手の00番、まっちゃんの31番。この二人への期待が伺えますな。31もそうなのか?まっちゃんの師匠は松本哲也コーチだからね。師匠が現役の時につけてた番号だ。なるほどな。言うなれば、まっちゃんはまっちゃん2世ってことだな。ちなみに松本哲也コーチは現役時代、同じ名字に俊足の外野手ってことで、通称、青い稲妻、松本忠さんとプレイスタイルが似ていたため、青い稲妻2世と呼ばれていた。言うなれば、まっちゃんはまっちゃん2世でありながら青い稲妻3世ってことだ。ややこしくてよくわからんな。だからもう一回説明しようと。いや、わかったからもういいです。ルパン三世が三世と呼ばれる面は、違う三世の話になってる。あとちょっとその話気になるな。続きはウェブで。やかましいわ。あ、あと背番号で驚いたのが、新外国人のジャスティン・スモーク選手が、なんと10番をつけます。10番といえばなんといっても阿部監督だな。去年のオフに原監督が、大城選手に10番つけるかって聞いたら固まったらしいよ。やっぱ同じキャッチャーとして、阿部監督の後は荷が重いのか。そして坂本隼人選手が、背番号006です。あ、育成の方ね。これは完全に隼人の6番意識してるよね。あ、そうそう、これ見てよ。プロスピエース内の限界突破の説明で、この調子こき野郎、同盟選手で特訓を行うと、とか保在点だよ。お前口悪いな。だから育成の坂本選手の A ランクで、隼人の限界突破しようと思ってるんだ。コナミの運営なめんなよ。リアルの野球では、スコアボードの表記を、キャプテンの隼人が、で、育成の隼人が、っていう風にするみたい。へぇ。だから育成の坂本隼人選手の A ランクで隼人の限界突破しようと企んでるんだ。だからコナミの運営バカにすんなよ。調子こき野郎が同盟選手でって説明しちまってるからよ。調子くんな。育成の坂本隼人選手が支配下登録されたら、説明文変わるかもな。そこに注目していきたいね。マニアックなやつめ。あ、ちなみに楽天に復帰したマー君は、もともと自分が背負っていた、エースナンバー18をつけるそうです。まあ、当然だな。でも、楽天がエースナンバーをずっと残してた、ってのが不思議でもあるよね。あ、何?ジャイアンツ以外のこと話したな。あ、自分で言っといてダメなやつだな。あれ、ジャイアンツ以外の話したらなんだっけ?うん。ほれほれ。今までありがとね。え?巨人純正覇王への道を最後までやり通せなかったのが心残りだけど。楽しかったよ、ちょいちょい。バイバイ。レイムーン。冗談だよー。許してくれるの?当たり前だー。まあ、ルパンの話もしてたしね。確かに。それじゃあ今回もやっていこう。もう疲れたぜ。さて、本日もご褒美タイムいただいてもいいですかな?ありがとう。一人で何してんだ。それじゃあ早速。時がムネムネ。この気持ちとはいつまでも付き合っていきたいですな。414エナジー、来たー。お前は元気だな。元気しか価値のない、生きる意味も見当たらない小娘ですから。そこまで言ってねえよ。悪かったよ。
今回は契約書が23枚もある。結構溜まったな。いつも通りやってたけどなんでだろ。プロスピパークからかなり手に入れてるみたいだな。あれそんないいイベントだったの？スクラッチチャンスでの引きが良かったのかもな。そんな引きいらないから巨人の S ランク聞かせてくれよ。ちなみに OB チャンピオンシップスターズ契約書からは、岡島投手が出る可能性があるぜ。岡島投手って中川投手と雰囲気似てる気がするんだよね。そうか？とか言ってたら、令和の岡島こと中川投手が来た。ほんとよく聞くな。7枚も集まっちゃった。願い事叶えてくれるかな？ドラゴンボールじゃないからな。のおこれは嬉しい。巨人好きはみんな大好き亀さんの登場だ。中川投手7枚集めたら亀仙人が出た。中川投手関係ないし亀仙人でもねえよ。いちいち突っ込むのめんどいから適当なこと言うな。ピンポンダッシュさせたら世界一荻野選手。こらこら。片岡敦史チャンネル見たことあります。片岡選手。ジジイ育成佐藤選手。怒られるぞ。ジジイがジジイから来てるの有名な話だよ。え、そうなの？熟睡するトラ、藤波投手。眠れる獅子みたいに言うな。今年はやってくれそうだな。風物詩みたいなもんだね。お、ガンちゃんが来た。背番号15、エンジェルゲットだ。サンチェス投手は3枚目だな。まったく、アピールが過ぎるぜ、エンジェル。トゴー投手来たー。ようやく A ランクゲットだな。いいぞ、ゴーゴートゴー。そのままゆっくりバスターズのエースとなるのだ。今日は勝ち確だな。お、戸郷投手が通常の A ランク契約書から出たんだな。 A ランク契約書の引きはまあまあいいのにな。まだ14枚も残ってる。今日は残業ですな。あ、とりあえず OB チャンピオンシップスターズ契約書から平成の中川投手こと岡島投手をもらいますね。ややこしいことになってるな。投球フォームも違うし別に似てないだろ。中継ぎ左腕ってとこは一緒だけど。この常に申し訳なさそうな目とか似てない？顔かよ。でも確かに岡島投手と言ったらやっぱりあの投げ方だよね。キャッチャーミットと全然違う方向見て投げるんだよな。よくあれでストライク入るよ。ほんじゃ次はゴールド契約書いったりましょう。 S ランク3枚くらい出したりましょう。それはさすがに無理だ。でもゴールド契約書10連は久しぶりだな。カットされないことを祈るぜ。大丈夫、最近 A ランクは出るようになってきたから。引き戻ってきたかな。目指すは S ランク3枚。お前はいつも極端なんだよ。よしよし、ホームランで逆転さよならだ。この人すごい冷静なんですけど。だから最近 A ランクは出るんだって。いやこれ不確定演出だから。なんでそう。 S ランク契約書では何回も見てるだろ。とうとう来たー。ようやく時代が私に追いついてきやがった。抜かされないようにうかうかしてられねえぜ。それで言うと抜かされた方が良いのでは？ 4 枚目。ああ、また巨人は出せずか。S ランク出ただけでもラッキーだ。本当に引き戻ってきたかも。もう2枚くらい来い。3枚は無理だって。あわよくば巨人とジャイアンツの選手1人ずつください。今日はややこしいの多いな。きたー。こいつマジか。え、さっき会いましたよね？別人だ。さっき会ったのはロドリゲス選手だ。同じチームで似たような顔しやがって、外人の顔が同じように見えるのは日本人のダメなとこだぞ。でもこれは本当に3枚あるぞ。まさかの最後に S で締めるのか？期待しすぎちゃったね。ね。それでも S ランク2枚は大勝ちだぜ。3枚とか言い過ぎたから尻つぼみになってしまった。それは反省。まあまあ、いい引きしてたぜ。あ、とりあえずこの仲間外れゴールド契約書回収しちゃいますね。仲間外れとか言うな。こう。この雰囲気はまさか。残っていた、たった1枚のゴールド契約書が、まさか S ランク3枚のフラグを回収するのか？かやの外。今日こそいけそうな気がするぞ。ポジティブモンスターの影が少し見えてきたな。ゴールド契約書10連からオリックスの S ランク2枚引いたんだ。12分の1くらい引けて当然だ。私はそう思っている。さいですか。よろしくお願いしまーす。サマーウォーズ見たくなってきたな。お前ならいけるぞレイム。必ず巨人を、岡島投手を引き当てることができるはずだ。言い聞かせてるな。必死だな。なぜならレイム。お前はポジティブモンスターだー。やったー。
西選手ゲットだー。ポジティブモンスターすげー。キャッパーベイスターズ時代の田村仁志選手なのに。セカンドだー。セカンドレギュラー確定だ。おい、霊夢？西、清水、ゴジラ、清原、吉信、ぐへへへへ。ダメだこりゃ。無事に西選手を手に入れたところで田村選手だ。現実を見ろ。引き良くなってきたと思ったのにな。巨人純正じゃなかったら田村選手は大当たりだけどな。やっぱ Y にはミキサーしかないようだ。今は A ランクミキサーしかできないけどな。さあみんな、旅立ちの時だよ。今日も命に感謝を込めて。お、前回のこともあって心を入れ替えたようだな。命は関係ないけどな。肩つくわくと。だから田中くまるみたいに言うな。しかも本物の菊混ぜるな。ピンポンダッシュ世界2位の周東選手。そんな世界大会あってたまるか。最後は今年も期待してます、藤波投手。アーメン。勝手に殺すなよ。ゆっくりバスターズにいらっしゃいませー。のー。前回 B ランク引いて4番に任命したばっかなのにー。このパターンほんと多いな。念願の選手ゲットした直後に同じ選手の上位ランク引くやつ。もはやお家芸だな。もちろん嬉しいからいいけど、さすがサプライズカズマだ。やってくれおる。今日から君を、ゆっくりバスターズ第4代目4番打者に任命しよう。そのつもりで励むように。A ランクはいい感じに集まってきてるな。A ランクは良くても S ランクだなー。いつか巨人の S ランク聞ける日が来るのかな。来なきゃ困るだろ。今度はネガティブモードか？お前はネガティブもポジティブも極端なんだよ。ちょうどいい感じで頼むぜ。ポジティブモンスターまではいかなくても、ポジティブ寄りで頼む。ポジティブ？それ美味しいの？ダメだこりゃ。